皆さん毎度と思つ金でございます。おちこさんでございます。我々ただいま地元のここちょっと見にくいな、高田市駅に来ております。今回はですね、この高田市駅で何をするかと言いますと、まだやりますよ南大阪線栄光市リターンズ2 まだ何すんねんっていうことなんですが、ちょっと臆病風を吹かしまして、古市だの藤井寺だので、今までは栄光市を待っていたわけなんですけども、意外と柏原神宮前駅準急とかにくっついてたりするので、この古市から先柏原神宮前までの間でも見えるんじゃないか、一つちょっと挑戦しにやってまいりました。といっても本日平日でもうお空も真っ暗になってきておりますので、1時間だけのチャレンジにしたいと思います。でもし MI の05が来たならば、乗車してみようかなと思っております。というわけで本日もよろしくお願いいたします。お願いします。乗っとるで。いや乗るんか、それはなかなかハードルが高いでよし、そしたら早速行ってみたいと思います。さあ久々なので軽くルールの説明。もともとこの企画栄光新チャレンジとして開始して、栄光新車両を見たら終了という単純なチャレンジだったわけなんですが、なかなか会えずに5回目でやっと会えたわけなんですけども、そうこうしているうちに MI の05という新種が登場いたしまして、南大阪線の栄光新車両にも LCD 車両の中にモニターがついた車両が登場したということで、それになんとか会って乗ってみたいというのがこのリターンズでございます。でリターンズ1では藤井寺で会うことはできたんですが、まあ乗車はせずということで、今回は会ってもし05が来たならば乗車してみようじゃないかという単純明快な企画でございます。さあ今回は果たして会えるんでしょうか。乞うご期待。さあ高田市駅ホーム上がってまいりました。この後ね、19時から1時間やってみたいと思います。で19時5分に古市議が来るので、そっからまあ分からんで、その一発目からスコーン来る場合もあるから持ってたら一発目で来るで、一発目で乗って行ったるで、一発前もうその一発目で来たら俺はあれを歌うよ大声で歌うてや。ちなみに今カメラが向いてる方が柏原神宮吉野方面、そしてこちらまだうっすら、ああもう見えへんかな、あこれノーカウントね、いや分からんね、ついてたらもうありにしてまおうかそうやけどまあ柏原神宮前駅が2両やと思うね、まあこれはないよ、あ、もう鼻からないわ。この時間帯は3両も走っとるからな。あ、話の途中やったこっちうっすら二条山の影がまだ見えておりますが、古市
阿部の橋方面ね。夜は夜でええんちゃうこれ、うん、かっこええやんか、うん、まず一本目来たんか、来たんちゃう、来たな、来たんちゃう、来たな、あ、これたん、あ、ちゃうちゃうちゃう、来たんちゃう、来たんちゃう、お、なんや、分からへんぞ、おっさんにピンとお出まで、なんか明るすぎて分からへんやん、これ2両か、これ2両ちゃう、これ何両、2両やな、めっちゃ向こうやん、うん、うん、めっちゃ走らなかった、2両やわこれ、まずなしやもういきなり外れ、1本目外れ、ほら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 、もう急ごっこ、急ごっこ、来たんじゃ、来たんじゃ、来たんじゃ、ここ見にくいわ、もう人の顔しかない、もう乗る用意しとかなあかんじゃ、おっと、どうやろう、おたぬきさんや、おたぬきさんな、え、おたぬきさんや、後ろについてるかもな、ついてへんや、え、なんで、もうたぬき言うた、これもう4両4両、お前さっき言うたやん俺ここは連結してへん言うて、四角への限定ってこと、うん、もうな、あの向こう向きは分からんけど、あの向こう向こうな、あの橿原神宮前方面はひょっとしたらまだ6両の電車がやってくる可能性あるけど、阿部の橋方面はもうこれ全部4両やから、残念、2本目はたぬきさん6020系、もっと本気でやりたいけど響き渡るやろ、うん、みんなこっち向かんで、うん、さあこれで来たんちゃう、おっと、来たんちゃう、ちょっと待って、来たんちゃう、来たんちゃう、いやこれは LED やけど特急やわ、特急か、うん、君近いの来よったん、土地おじさんか、土地おじさんちゃう、ちゃう、これは ACE 野郎やこれはもう外れね、外れというかもう花から最初からないやつやな、だからこれ次が、うん、これはあれかな、この時間帯やったら準急走ってんのかな、これの特急の相方は準急やねんか、うん、この南大阪線は、うん、そやから次が勝負やな、うんうん、次来る可能性がある、しかも、うん、俺ら古市とかで見たやつ、うん、はほとんど橿原神宮前行き準急やったやろ、うん、可能性大ちゃう、来てほしいな、そやけど向こうから来てんのな、そや乗られへん、4両編成ありえるよ、あんの、ありえるよ、あるよ、それどんか、お、あるある、これ2両2両やったらある可能性はある、お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 、ついてる、ついてる、なんということでしょう何ということでしょう、これせやけど、うん、これもうすごい皮肉やね、うん、俺らこのシリーズ21によう合うけど、うん、もうすでにやけど栄光心
台数少ないからな、これの方が。だからこれの方がレアやねで。どれ、これ、これ今のシリーズ21。今なんてこの目の前やで、ね、これ、うん、さあもうシリーズ21サウンド、うわかっこええや。いやいやよ、あれの方がレアやねんでせやのにやたらに合うやろあれ、うん、理想はあれと栄光芯くっついてくれとったらな。そんなことあるの？あるある。ほんであれやな、栄光芯にも乗って、うん、シリーズ21にも乗って、そういうことや、いけるわけやけどな。一石二鳥やな。3両やろ。3両これもうないわ。あかんや、これはもうないわ。何やろ、うん、これはもうない。これ残念ながらもうないわ。ついてたらどうする。ついてない。絶対絶対ない。前も言うたけど、世の中に数は数少ない 100% のやつ絶対ない。絶対ないよ。3両はこの絶対おたぬきさんやから、わたぬきさんみたいなこれはかっこいいんで、この3両編成のこのおたぬきさんは無駄の駅でこれが急コーナー取って俺が興奮しとったやろ。あこれか、うん、だからもう今やこの3両編成のたぬきさんは普通か準急でないとないわけよ。あんまりうわかっこいいな。絶対ないということは、うん、もうこれ次 こっちこの2番線入ってくるの特急やから、うん、もうこの5号はもうないな。次はこっちやな。おじさんかな。おじさんかおじさんやおじさん。おいらが見とった4両編成の1個前の、うん、まだ1個お兄さんやねんけど、こっちの方が、え、ま、だえ、これのが古いの。これのが古い。おいらが見とった4両編成は08やろ、うん、これは07やねん、うん、1つ上の兄貴やだろ。相変わらずブッサイクやなこれもう目ちっちゃすぎへん。ちっちゃいな、うん、これまだちょっと渡り板降りてる方やからええけど反対側は上がってるねんけど、あっちはなんかもうしゃくれたあるみたいな。ああボケた、そんなん言うことボケた。怖がな、まあ、明るいとこからこう急にピュッと こっち行くと。せやろボケんねて。昼間でもぼかしちゃうかな昼間でもやしら、ああボケた、待てボケてる最近でもないで。最近そう言うたさ、頑張ってるから。スキルアップを図ったのか、うん、さあこれカンカン言うたまんまやから、うん、次こっちから今日やろ、うん、これこっち向きに6両か、うん、6両やった可能性あんで、6両か、うん、結構こっちまで来るな。
これはまずここについてる可能性ないかな。6両の電車を南大阪線で見れるのはなかなか珍しい。さあどう？ああこれは4両やな。後ろ2両。おおおお、あ来た。あちゃうわ。ちゃうかった。ちゃうやん。ちゃうかったわ。これかっこいいな。6両は熱いな。ちょっとここまでいや目いっぱいいっぱいやな。目いっぱいまで行くな。ちょっと本に行こう。これはなかなか大阪線の方では6両の急行いたら当たり前やけど、うん、南大阪線の方で6両見たらめっちゃ長く感じるな。目いっぱいやな。いやまだ向こう余ってんね。ここ8両まで止まれるから。いやこ次の橿原神宮前で後ろ2両切り離しや。岡寺から先吉田方面をご覧の方は前の4両にお乗り換えください。かっこええな。仏録やったらな可能性あってんけど、うん、2両2両2両の6両やったら可能性はあったけど、うん、これは違ったん。今のは4両2両やったな、うん、さあ踏切が鳴っております、うん、ちなみにこの踏切が桜で有名な高田川のほとりの踏切でございます、うん、さあ来るんか。来てるよ来てるよ。お来た。ライト白いよ。ライト白い。 お来たんじゃ。ライト白いよ。いやいやほんまに来たんじゃ。あ上上やで。あ上はちゃうねんな。これまたあいつちゃうか。来たね。騙すやつか。ああ騙し打ちのやっちゃ。これなこういう風に撮っとったら分からへんのよ一瞬。ああこれ多分かっこいいやつやな。ちゃうか。四角くない。ああ四角い。ちゃいまんねん。これもちゃいまんねん。ものすごい関西弁やで。ちゃいまんねん。昔いじわるばあさんでさ。いじわるばあさん。うん。まんねんさんっておったよな。そうなん。またどうでもいい話したわ。うん、さあ次はだからまた今度は、うん、おいらがいてる方が特急と。うん相手側はあちゃあちゃあちゃこっちが急行と古い地域、うん、で向こうが特急と準急のセットやな、うん、どうなりますことやら。もう早くも折り返し地点、うん、もう19時半になろうかというところでございます。来てくれ。果たして来るんでしょうか。1時間では厳しいかな。この電車は古市までの発車席に止まります。古市へは各の急行が先に到着します。あかんヘッドライトが黄色い。すでに黄色いよ。あかんわ。あかんちゃう。これは来ませんわ。ちゃうんか。格屋根さんやけどこれはいけない。向こうにはついてんの。向こうにはついてない。2両編成。
結構乗ってんな、うん、次の急行に期待やな、うん、さあ間もなくこちらから急行がやってまいりますが、うん、果たしてじゃあ急行やと、うん、もう2両2両の4両編成しか可能性がないわけ、うん、どうなってしまうのか声響き渡ったんだよ。あ、これは。さあどうなの。ライトが黄色いな。ライトが。いや分からんで、2両2両の可能性もあるよ。ああ。違うか。お、でも格やねや。これどうやろな。もう走る様子がね。形式が分からん。あ、こう。走るよ、急がんでいいか。おっと来たんちゃう、来たんちゃう。いや、これは4両やな。違う、これは4両1組のやっちゃな。断念。うわ、走ってへんのちゃう。高田市、高田市です。お忘れ物のないようご注意ください。さあどっち？あ、薄い、カスカスの方へ。カスカスの方へ。こっちも早うやり替えてほしい、うん、もうここなんかもうかすれてるもんな。もう消えてるんじゃない。うん、消えてる上のとこ、うん、個人的にはな緑に戻してほしいんだけど、もう10連にせえへんのやったら、うん、片っぽ緑にしたいやんな、元のオリジナルカラーに戻してほしいわ、うん、こうアーバンライナーと兄弟車やから、うん、ここだけ切り取って、うん、取ったらちょっとアーバンっぽいな、やっぱり。うん、かっこいい。さあそんなことよりもや、うん、次こっちから来るやつ、うん、それが問題やね。もう来てよ。準急か。準急や。準急さんや。準急さん、うん、さんは可能性あるの。準急さんは可能性あるな、うん、でも3両の可能性も高いな、うん、2両2両もしくは2両の準急も走ってるけど、ここ、この時間帯はさすがに3両かな。どうやろうな。さあ踏切が鳴りました。来たんちゃう。やってくるのは準急、橿原神宮前駅の準急でございます。来たんちゃう。さあどうなの。あーだへっトライトが黄色いな。タヌキさんかな。なんでや。あ、タヌキさんや。
たぬきさんの4両か。ないんか。ない。後ろにもないんか。後ろもクソもない。俺の好きな6200系や。63回や。さあ、ただいま19時45分回ったところ、チャンスはあと1回、ワンセットというか次の4本のうち、まあ1本が特急やから3本、残り3本、うんうん、古市行き4両編成言うてんねん。あるんじゃん。あるで、これあるよ。走らなかった古市への、この電車が先に到着。普通のたぬき4両かどっちかやな。黄色いで。あら、あら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 、黄色いで。あ、いやいや、え、おっとおっとおっと、どうなん、こっちにはついてへんな。これ4両なのか2両2両なのか。あ、ついてる、ついてる、おっと、ついてるのか、おっとおっとおっと、こう繋がってんな、繋がってんな。ただしこれはガードナーではないかな。ここに、これちょっともうちょっと角度つけてみようかな。どうなん、ついてた、ついてる？いや、ついてないと思うんだけどな。あー、はるかソラッピングやった。残念。惜しい。今の理想やな。あれやったらドキドキできる。あれやったら、わっと、ひょっとしたらって思う。なんと古市行きあかんかったな、うん、ほんだこれ、こっちはもう次特急やから、うん、このこっち日本やな。特急は多分、うん、さっき行った柏原神宮前行き のエース2両、うん、あれが戻ってくるんちゃうかな、うん、うわ今のちょっとほんまにドキドキしたな。今日一で面白かった。ああいうの待ってたよ。おもろかった。そう、これもう分かれへんやん、うん、醍醐味か。そうや、醍醐味。あのタヌキやったらもう最初からちゃうし、うん、な、うん、あのキツネ顔の方の4両編成も違うし、うん、2両編成ももう見えてる顔が全てやろ。であの2両がな、つながってる4両編成が一番理想的や。あればっかりできてくれたら毎回ドキドキできてんや。地雰囲気になっとるね、うん、あら、大将出てきた。大将、大将ボケとる、ボケとる。ボケの大将、大将待て待て、5両編成、うん、これはまた珍しいの。3両の急行なるやっちゃ、うん、いや、前3両や。あれ前3両ドラムなんか特急もやけど、特急もやけど、こう、はいちゃうか、こう、後ろがわからん、後ろが。残念、はい残念。
ほらほらエース変えてきた。いや五稜の急行はいいな。これまた始まった。俺興奮してきたわ。小学校の時とか俺子供の時はこれやって。もう一緒に撮ろう思ったら特急短すぎてめっちゃちっちゃいやん特急。あこれはまあ栄光心全く関係ないけど、うん、これはこれでかっこいいわ。五稜編成の急行って明るあれちゃうかな。近鉄の中でも五稜編成の急行ってここだけちゃうか。東急空っぽやったね。え改装かもう。空気運んでる。さあこれ次がラスト、うん、二両編成。これはちょっと厳しいな。多分ワンマン運転やろうから。ラストラスト、これはもうないな。はい残念でございます。もうそんな二両とか言われたらもうその時点でもう泣いておりますこっち。はい残念、うん、はい残念。いや残念残念残念って俺さっきから言ってるの全部おちごさんのマネやから。えお父さんは残念と言うてる気で聞いてる方は残念。うん恥ずかしいわ。川沿いのこと川どい。あー残念あー残念残念。飽きませんでした。さあ19時から1時間のタイムリミットを作りまして言えたよタイムリミットを作りまして、やってきたリターンズ2、うん、端にも棒にもかかりませんでした。これは、うん古市から先この橿原神宮前までの間で栄光神を見ようと思うとかなりハードルが高い可能性があるのでまあ逆に挑戦しがいがあるかなと思いました。残念やけど今日はここまで、はいうん、またやってみよう、うん、これもう逆に言うと2時間もやってられへんな、うん、2時間やな、うんうんっていう感じだな、うんというわけでこの動画が良かったなと思う方はチャンネル登録並びに高評価の方もよろしくお願いいたします。お願いします。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ、液タグやなあ液タグまだ終わらへんで。液タグのこの南大阪線ジャンクさいな。実は今まで何遍も行ってんねん古市もなあ、うん、藤井寺の時もまあその時に取っときゃええねんけどもまあ臨場感がないということで泣く泣くもう見て見ぬふりしてたんですけどまあなんかこんな夜に行くことになるとはな、うん、はあ、よしあほなちょっと行きましょう。はい、うん